ではまず、スクワットの方で評価していきたいと思います。じゃあスクワットお願いします。体重をかけていくごとに膝が内側に入ってきて、側部も前側部が抱えないしてくるのが分かります。はい、 OK です。で次にフロントランジの方で評価します。こちらの足を後ろに引いてください。このまま出して前にぐーっと体重をかけていきましょう。はい、戻りましょう。フロントランジの評価でも膝が内側に入ってくるのが分かります。はい、ありがとうございます。じゃ次に、返却立位ですね。返却立位でのスクワットで評価していきます。こちらでも膝の内側に入ってくる様子と側部ですね、解内してくる様子が分かります。はい、では最後に前屈の方よろしくお願いします。はい、はい、よろしいですよ。このような評価を使ってその方が一番反応が出る動作の運動テストを主にメインにしていくといいと思います。